微分形式、数学における微分形式、微分形式とは微分可能多様体上に定義されるとも変転ソル上である。微分形式によって多様体上の局所的な座標の取り方によらない関数の微分が表現され、また多様体の内在的な構造のみによる積分は微分形式に対して定義される。微分多様体上の微分形式は 共変転ソルとしての座標変換性によって、あるいは節ベクトル空間上の線形形式の連続的な布として定式化される。また、大数幾何学、数論幾何学や非可換幾何学など様々な幾何学の分野でそれぞれこの類推として得られる微分形式の概念が定式化されている。エリカルタによって微分方程式を 幾何学的に捉えようとする試みから生まれた微分形式は解析学や幾何学のいろいろな概念や公式を統一的な視点からまとめ、形式的な計算により多くの結果を得、多様体などの図形を調べるのにも非常に強力な道具になっていった。N 次元ユークリッド空間において座標がで与えられているとき N 変数関数 F を微分例形式といい、 予説ベクトル上 FDXFDXFDX のことを微分位置形式という。係数となっている F は変数を省略してあるが関数である。これは関数の全微分で現れる式と同じである。2次以上の微分形式は微分形式同士をテンソル積で掛け合わせることにより得られる。例えば P 次の微分形式臭いと Q 次の 微分形式イータのテンソル積は、と書かれる。しかし、通常は、このような一般的すぎる積の代わりに何らかの対称性を課した対称微分形式や交代微分形式が用いられる。いずれも座標の取り方によらない、幾何学的な量を表すものであるが、区別するためにも、このテンソル積の記号はあまり用いられない。対称微分形式は、 リーマン計量などを表現するときによく使われ、のような形で、テンソル積の記号は省略して書かれる。DX といった形で指数にして表してしまうこともある。交代微分形式の方は、テンソル積の代わりに外積代数の積としての記号を用い、の形に書かれる。交代微分形式は、向きの与えられた、幾何学的な量を表している。 という関係式を満たし、DX の並ぶ順序の入れ替えに応じて符号が変わる対象微分形式では符号は変わらない。こういった符号の反転を内包させることによって、積分する変数の向きを得られることになる。したがって、微分形式の積分として得られる面積や体積などの量にも符号が導入され、負の面積や負の体積といったものも現れるが、 そうすることによって、重積分における座標変換の公式などが非常に簡明に計算できるようになる。さらに交代微分形式の微分からど、ラームコホモロジーが得られ、解析的な計算によって多様体全体の形を調べることができる。特に何の指定もない場合、高次元の微分形式というと、交代微分形式の方を指すことが多い。 この項目でも交代微分形式を中心に扱う。N 次元微分可能多様体 M を考える。わかりにくいときは特別な場合として M を N 次元ユークリット空間 R で考えると良い。領域 D 上で定義された C 級関数 R 回連続微分可能関数のことを C 級0時微分形式あるいは C 級微分0形式などという。 特に混乱の問題がない場合には CQ などは省略される。どこにも言及されていない場合、微分形式に対しては CQ など様々な操作が自由に行えるだけの連続微分可能性を持つとみなす子が多い。いずれにせよ最も扱いやすい CQ の関数はより荒い関数たちを禁じするのに十分なだけ豊富に存在する。M のそれぞれの点 P に対して p における予接ベクトル臭い t を p に関して連続的に与える対応のことを一時微分形式あるいは微分一形式などという。したがって微分形式は予接束の切断つまり予接ベクトル上だということになる。m の点 p の周りの座標形が具体的に x、x、x で与えられているとき p の周りでの一時微分形式は のように表示できる。係数の F などは P の周りの点 P に関する実数値関数である。これらが CQ で、そのことを強調したい場合には、微分例形式の時のように CQ 微分位置形式のように言う。領域 D 上の微分位置形式等を用いて構成される。共も変ンソル上は D 上の形自微分形式、あるいは微分形形式などと呼ばれる。 係数となる F はそれぞれ D 上の C 級関数である。この時のキロを微分形式臭いの次数という。D 上の微分キロ形式がなす空間はオメガと書かれる。キロの値に関係なく、これらをまとめて微分形式あるいは外微分形式などという。M の点 P における K 次微分形式臭いの値は P における予接ベクトルと 外積大数の積、外積、ウェッジを用いて構成されており、これは P における、予接空間 TM のキロ次交代外積、TM の元を与えている。DX は、予接ベクトルなので、接ベクトル上の線形形式であるが、臭いは、接ベクトル空間 T のキロ子の直積 T を実数に移す。という関数で、交代線形性を満たすものになっている。 微分位置形式ファイ、ファイによっての形に書かれている微分記録形式は点 t に対してという値を取るとする。ファイの線形性と行列式の性質からファイ及び点のそれぞれについて多重線形性と交代性がわかる。微分形式の係数になっている関数の微分を通じて微分形式の次数を5つ挙げる線形写像 d が定義される。 領域 D に座標形 X、X, X、X が与えられているとき、微分例形式すなわち D 上の関数 F には全微分を対応させる。これは座標形の選び方に占い量になっている。従って多様体 M 全体で定義された関数の外微分も局所的には上の式によって定義することで、 座標形の選択によらない自然な量として定義できる。微分キロ形式に対しては、微分キロプラス1形式を対応させる。これも、再び局所的な座標形の取り方にはよらず、M 上の微分形式に対する外微分が考えられることになる。このような写像、D を外微分と呼ぶ。任意の微分形式くいに対してに海外微分を施すと必ず、 となる。これは二つの変数に関する変微分同士の交換性によっている。外積代数の詳細は当該項目に譲るとして、ここでは計算規則だけ述べる。微分一形式の順序を入れ替えると符号が反転する。この性質から特に同じ一次微分形式の積は0である。もっと一般にである。ここでシグマは痴漢であり。 SGN は置換シグマの符号である。従って、次数の高い微分形式でも、同じ微分位置形式を含んでいたら例になる。関数 F については、どの微分位置形式の係数と考えてもよく、などが成り立つ、微分キロ形式臭いと微分リットル形式、イータの外積臭いイータは、微分キロ、リットル形式となり、交代性から、となることがわかる。特に、 キロが奇数の時は、となり、が導かれる。これは、同じ微分位置形式の外積が例になるという事実の一般化である。多摩数字の微分形式の時は例になるとは限らない。また、和と積を組み合わせた演算では、分配法則、などが成り立つ R の領域 D で座標形が X、X と Y、Y の二通りあり、座標変換が と表されているならば、外微分と外積の計算により、となる。最後の式の係数はヤコビアンである。この式は2変数関数の重積分の変数変換の公式、に似ている。このように微分形式を用いると、重積分の変数変換の公式を代数的な計算だけで導けるとも考えられる。一般に、R の領域、D で座標系が X。 x, x と y, y, y の二通りあり座標変換がのように表されるならば微分記録形式はと変換される右辺の係数はヤコビアンである DR において定義された微分記録形式に対し D 上の積分をで定義する右辺は D で定義された重積分であるそしてこの定義は座標によらない N 次元微分可能多様体 M の座標金棒ケースイコールラムダラムダの任意の2つの座標金棒に対し UU が空でないならば座標変換が存在するであるとき微分記録形式の座標変換を上のように定め U 乗の微分形式と U 乗の微分形式を同一視することにより各座標金棒の上に定義される微分形式を貼り合わせていくことができ 多様体上での微分形式が定義される。微分化の多様体 M、N に対し C 級写像。と N 上の微分形式臭いが与えられたとき、PM に対し Q、イコール F と置くと、という写像によって、Q 上の微分形式臭いに P 上の微分形式 F を対応させることができる。これを M 全体に広げた F、イコール、 f を考えることにより n 乗の微分形式、臭いに m の微分形式 f を対応させることができる。この f を臭いの f による引き戻しという。向き付け可能な n 次元微分可能多様体 m に対し座標金棒がすべて正の向きの座標形で与えられ u が極所有限な回避服であるとき、これに従属した位置の分割 f が存在する。m 乗の微分 n 形式臭いが u 上で臭いと表現されているときによって m 常の臭いの積分を定義することができる。微分記呂形式臭いに一回だけ外微分を作用させただけでとなるとき臭いを平形式、平形式、クローズドフォームという。記呂例のとき微分記呂形式臭いに対しとなるような微分形式オメガが存在する場合 くさいのことを完全形式、完全形式、エグザクトフォームという。完全形式は平形式である、すなわち完全形式に外微分 D を施すと例になる。価ち地みな多様体、例えばユークリッド空間であれば、ポアンカレの補題によって逆が成り立つ。つまり平形式は完全形式となる。しかしながら、これは一般には成り立たない。 平形式が完全形式であるとは限らない。この平形式と完全形式の違いは、多様体の幾何学的構造を反映しており、微分形式の重要な性質である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。